どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回はパラリンズランクマッチということで缶を使って、戦っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちら2タンク構成で、お相手もまあ同様にですね、フランク・ビビアン、ダメージリアンで、タンクにバリクとアッシュ、そして最後サポートにセリフスができる状態になってます。さあ今回選ぶのは弾丸の嵐です。このタレントでいきますと、このタレントって秒で終わったんですけど、このタレントでいきますよと。はい、さあお相手これですね、これですね、プレゼンス、プレゼンスがかなりのダメージを選ばれすぎと、まあ無難なところでしょう、きっと。僕はよく見るタレントたちですね。多分メインタンクイナーラみたいな感じで運用されると思うので、ちょっと一旦フランク気味に動いてみますか。ちょっと引き回します。マルナンがやられちゃいました。正面がやばい。ガチャ。強いね。活性化つけておきましょう。このマルダンバーのスキン何かっこいいな。最近というか見たことないですね、僕自身は。さあ、マルダンの HP がやばいよと。あ、ミスった。まただよ。いい感じですね。倒せますね。最後ウルト無駄に使うことになるかなとか思ったんですが、まあなんか敵の数少なかったね。モリクリ使いましたね。味方がうまくフォローしてくれたんでなんとかなりました。ちょっとメイブがやっぱり厄介ですね。でリアンが思ったより僕の方にはダメージが全然通ってないっていうか通してこないので、多分
ガードされるからっていうのは多分嫌ってるんでしょうね。それであんまり打ってこないので、プレゼンスはまあそんなになんですが、多分他の味方に丸弾も狙ったりはしてると思います。その辺うまくカバーできていければこの後楽に試合展開してみれるのかなと思います。ということでやっていきましょう。さあ、お相手ウルトあんまり見てないですね。メイブのウルトぐらいでしょうか。現状これまずい。一旦焼灼買い切りたいでね、買い切りたいのでちょっと一旦このままにしておきます。セリスの回復はやっぱりでかいので。さあ、ウルトも 71% 結構溜まってきましたね。おっと、セリスちゃんのあれがあれしてますが、ちょっとアンダム待ってほしい。バカ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 、ポイントは入れずですね。焼灼も買い切れずですね。結構まずいですね今のは。ウルト外してるのが良くないですね。2人倒せる分を今無駄にしてるので平気な顔して当たってますが、それは良くない。さあ、ここ突っ込んでいくのは正解なのかな。ほいよっと言せと。流れ出せることはあんまりやるべきじゃないのかな。どうなんだろう、敵のウルトがどんどん溜まってっちゃうような気がするんですが、まあ、逆にこっちのウルトも溜まるからいいのかな。そこの判定はようわかりませんが、いや72%当てられました今。やべ、ハロいましたね。あ、ウルト使いねえじゃん。これ裏じゃん。いい感じで戦ってきますよね。さすがにヘルム買おうかな。いや、いいウルト、そーい、後ろ見入れてなかった、ごめん。いいな、ラちゃんごめんよ。ふと後ろを見たらなんかめっちゃやってるじゃんみたいな、アシールじゃんみたいになってたんですけど、しれっと運ばれてましたね。うまくこう
左側面かな、こっちから見ると左からツイーッと入ってきて裏回られたんでしょう、きっと案の定。こうやって消灼ガン済みできてますね。こっちももうすぐ消灼ガン済みし終えますね。さあウルト溜まったらできれば圧縮か、いやセリスでもいいかな、まあ、セリス圧縮いや右サイドいっぱいだな。飛んでいってくれ、よし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 、フランク全部する、こうなってで後ろから食らったの何気のせいか、あ、行きますマニアンかったか、今のかわせるかなと思ったんですがやわやわでしたね。ヘルメも積みます、これだよな、ちょっと一旦待ちましょうか。グループアップグループアップグループアップ、オーケー、これでバスが取れました。アルミブうまいな、まさかよ、こっちやる、辛いな。ヘイブン積みます、活性化最後積みましょうか。次は活性化3追加います。いや、ウルトパスパスミスってるんでそこだけどう、ハローナイス、おう、ほっ、あ、ダメですね、メイブがうまいな、メイブキャッチしたいですね、セリスよりメイブだな、ただヒーラー取るのも多分大事なんですよね、裏取りが多分うまくできてないのでそこをどうにかカバーしてあげないとダメで、まあなるべく前行きましょうか、ここはヒール任せても大丈夫そうですね。ミス、いやめちゃくちゃよく見てるな、あ、ナイスナイスナイス、うまくできてるぞ、マルダンバか、マルダンバやられるのは痛い、もうごめんだな、これはきつみがありますね。さて僕がキャッチすべきはメイブですか、この感じはメイブまたはリアンですね、いやアサレブダイリングでいきましょうか、早めにいきましょう、3 2 1
きましょう。トラ君のダッシュ力、ダッシュ力アップ。使いましたね。わお。さて、これはまずいですね。ウルトを使わずに済んだっていう面ではいいんですが、ポイントタッチできるかな。誰か一人でもきついような気がしますね。ちょっとトライしてみましょうか。あれ持ってっか。ポイントダメですね、ダメですね、足りませんね今の。おいいぞ。あんま聞いてなかったな。サンデビコーナー、いやたどり着けねえ。アンドロちゃんが横で横通ってやがる。結局リアンですか。トッププレイは強かったら結構いい試合は繰り広げてたと思うんですけどね。サポートを簡単に死なせてしまったのはごめんっていう感じでした。すげえな。わあこのニア強い。この判断できるのすごいな。まだ体力ちょっと余裕があって、多分吸収リバーサルで死ぬかどうかなぐらいのラインだと思うんですが、すごいな。強かった、強かったですね。はい、戦績的にはこんな感じですと。結構やっぱり強かったですね。敵が 10万ダメージ超え3人いらっしゃいます。バリククも含め3人なんで結構なダメージ出てたんじゃないですか、本当に。ただ丸玉くんもヒル頑張ってくれてたんで、ちょっとそれに応えれるようなプレイがもっとできたら良かったですね。はい、というわけでじゃあ今日はここで終わっておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。